はい、どうもウェイレスパーサーがやっていきたいと思います。はい、ハツァ2023バレンタインガチャ、こちらのガチャを引いていこうかなと思っております。はい、今回ねこちらで出るキャラクターは玉の花火、バレンタインの玉の花火出るようになっておりまして、ポジショングループミッドフィルダーのみ出現となっております。はい、そしてガチャの内容的にはね、40連目で SR 確定、それ以外はピックアップ 10% SR 確定となっておりまして、 SR、PSR 2倍ということで、60連目、70連目、80連目は、まあ、PSR 確定で、最後の80連目で玉野の PSR 確定ということでございます。はい、そして、新バッジ恋の知らせ、こちらのバッジが手に入り、オフェンスプラス3、パワープラス3、テクニックプラス3になるのかな、うん、こんな感じのバッジでございます。はい、そしてね、このガチャ80連となっておりますので、しっかりと80連引いていきたいと思います。いきましょう。まあ、自分のメインアカウントはこちらのキャラクター SR が2枚ぐらいいたのかな、で PSR が1枚で PR が数枚あって、 R も数枚あるという状態でございますので、ワンチャン PSR 解放させて48とかにしたいなって思ってます。48にすれば最大の復帰練習頻度獲得できますので、まあ、しっかりと SR、PSR 出ていただきたいです。まあ、10% なんでね、1枚ぐらい確定外で出しておきたいところでございます。それが PSR ならば、1、解放確定ということになりますので、よろしくお願いします。はい。では、PR、R もしっかりと出よう。まあ、出れば、SR プラ5もワンチャン狙えるのであれば狙いたいと。お、いいね。SR5 で、SR、PSR、うん、出現率2倍となってますので、しっかりと出ていきます。はい、霧雨、そして玉の来てます。で7個目、いやー違う、カツラギでは10個目で暗転、未石鹸違いますね。はい、では30連目いきます。さあ来い、さあ来てくれ、さあ何個来る、複数個っていただきたいな。ここは確定ないもんね、ピックアップかけてございません。はい、残念ながら SR3、倍 PSR 倍効いてませんね。PR が来てほしいで、 SR も手を、残念です。はい、では40連目、ここ確定ですね、玉野の確定となっております。はい、ここでさこい、まあここは10枚目が来るんで複数枚、来てくれることを祈っております。さあ何枚か、いやー、うん、最後のみですね。まあ仕方ないです。はい、とりあえずここは確定でもらえますと。はい、 OK です。で今回ね、ミッドフィルターのキャラクターのみ出るようになっておりますので、才能開花はやりやすくなりましたね。これ結構助かります。まあ才能開花が、お、ピックアップ確定じゃん、ナイス。才能開花が、まあ、現状ね、ミッドフィルダーの場合、うん、SR、PSR、5枚と30枚が4つになっておりますので、ちょうどいいよ。で、お、3枚来た。じゃあ3枚とも SR 来てくれたら嬉しいな。あー、違う、ラストのみか。はい、これだけでした。さあ、ピックアップ、確定以外は1枚出ました。PSR の2回に1回出てくれると嬉しいな。あー、うん、金文字じゃないですね、ちょっとダメそうだ。アイディアいきます。さあワンチャン安定してくんの、メインアカウントなんで安定すればほぼ確定で玉野だと思います。うん、ちょっと重かったから PSR かなと思ったけど、ピックアップかなと思ったけど花火ね。はい、ラスト。てか PR は全然来てない、 R は1枚のみです。カット押し、違います。はい、70連目、ここでも玉野来ていただきたい。あー、同じ演出か。じゃあゲドウか花火の人かな。ゲドウか花火、あ、抜けるな、抜けなかった、抜けなかったら来てくれ。いやー、ダメだな。しかも1枚しか出ない、しょぼいですね。さあワンチャンピックアップ、ワンチャンピックアップ、さあ来い、反転来ない、言うです。
ではラスト、ここは確定です。まあ確定で PSR もらえるの結構ありがたいよね。こんな感じのガチャが続いてくれると嬉しいです。はい、複数枚来てくださいと。はい、ラスト富でした。まあ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 、ここはもう確定で PSR なので途中で PR が出てくると嬉しいな。でどうしようかな。 SR4 枚 PSR1 枚なので2枚ぐらい開放しても2開放ぐらいしてもいいよね。 SR プラグを作ることはまあ不可能、不可能、まあ難しいと思うんで、まあまあまあ PR の博士、 R の博士今もない状態なんで、まあとりあえず狙いたい。でワンチャン48にさせていただきたい。頻度5になるからね。はい、このキャラが多分ですが、あの南葛高校でかなり強いと思います。なので解放させていただきたい。 PSR1 枚 SR4 枚ね。ワンチャン3解放4解放いくんじゃないかな。3解放いったら PSR の博士像使って50もありかな。いやそんなことはないか。まあでも2、3解放するでしょう。はい、では確率的、期待値的には多分2回放ぐらいです。では行きましょう。頼むぞ、行きます。さあ頼むぞ。ここ最近ちょっと運がいいからね、ここも行かせてください。はい、はい、まあ最近運良かったからな、まあ、今回は諦めます。まあ才能開花だけしておきましょうか。いやマジか。30% 4枚外して 50% 1枚外して PR 5% 3回外してね、ちょっと苦しいな、ちょっと苦しいですね。いやー無茶してでも SR プラコ作るべきだったかな。久保置いときます。久保ワンチャン今後ね実装される可能性あるかなと思ってますね。まあメインはね PSR ある程度あると思ってますね。特にミッドフィルダーはSR だいぶ減ってきたな。だいぶ使ったもんな、才能開花で。どれ使おう。うん、種まき。まあ、この辺はもうないでしょ。エマはね、多分ないと思うんだよな。10枚ぐらい置いておきます。一応ね。一応別バージョン1回来てるから、ワンチャンもう1回っていう可能性もあるし。はい、RPR は。まあ適当でいいでしょう。高校キャラじゃない、あーこれでいいや、クラスクでいいや。高校キャラじゃない、もう来ないだろうというキャラクター回してきます。はい、 R も混ぜていきますね。とクラスクでいいか。はい、これでいっときます。 R はね大量に余ってるね。そろそろサブの方がね SR 足らなくなってきてるんで、ちょっとどうにかしないといけないと。メインはまだ余裕だけど。はい、とりあえず才能開花できましたよということで、最後バッチだけ見て終わりましょうか。バッチがおそらくオフェンスプラス3、パワープラス3、テクニックプラス3、春の知らせと同じぐらいになるはずなんですよ。で体力の回復、そして選手権彼女が来やすくなる、まあ彼女が練習に来やすくなるバッチなんで結構ありだと思う。まあ最大値はねオフェンスプラゴバッチなのかもしれないけど、まあとりあえず使っていきます。恋の知らせ。リア充いいな。はい、ということで、はい、バッチボックスやってきます。はい、カスタムで、結局、まあそうですね。オフェンス3、パワー3、テクニック3になるということで、まあ、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様。